まずこれです。 UD ですか、これは。UD ですね。あと臭い、タバコがね、すごいですよ、このね、トラック野郎ですもんね。トラック野郎なんで。はい、ということでね、これ最後に気になるお値段いきます。はい、どうも、バグでございます。特訓です。じゃあ皆さんにね、ご報告がありますと。見たら分かりますね、こちらどでかいのがあります。そう、野郎です、トラック野郎。野郎ですね、これ運送会社始めましたみたいなね運送会社これ買った競馬なんですけど、ビーターあるじゃないですか、あれがちょっと増えまして、現状3台なんで、適車3ピストンは大変なんで、宇宙人新幹線かわいそうなんで、10トン買うぞと。1回すみますね、4台乗るんで。4台乗ります。ということで、この今日はご紹介ですね。動画の最後にこの車のお値段言いますんで。もうめちゃくちゃ安いっすよ。めちゃめちゃ安いですか、これ、国産車で例えたら、はい、本当に安い新車だったら2台いけないですか。2台いけるかな。 K の新車2台はいける。あ、 K の新車、はい、K の新車2台はいける、大体。ちょっと行きますか、紹介しましょう、はい、まずこれです。 UD ですか、これは。UD ですね。ここが U と D。 UD はね、良くないみたいですね、まあ、日産系ですね。うん、俺日産好きなんだからね。あ、そうですよね、日産好きだから。で、 UD は絶対嫌だなと思って現場で悩んでたんですよ。あ、そうなんですか。昨日じゃないと嫌だなみたいな、はい、社長あれ日産っすよって言ったら、はい、あ、日産なら、日産ならいいかなみたいな、あ、とか言って日産党ですからね人気のない理由、安い理由がエンジンがしょぼいっていうか壊れやすい。あ、なるほど、信頼性がちょっとないですね。信頼性がない、当たり外れが多いみたいで、はい、これ当たりっすね。まあでも距離がね、距離がすごい。80万キロ。80万キロ。80万キロって地球一周何万キロよ。それに近いぐらい走っとる80万キロは。もうね、一周してますね、じゃあもうこれ、うん、まあ壊れたら即オーバーホールですね。高いですよね、またね、エンジンが。エンジンオーバーホール50万、リビルトエンジンが100万。これスコーチがあるもんね。ああ、でもね、もうそれ想定内です。想定内、うん、もう壊れる前提で買ってるんで。なるほど。まあ古くさいこの感じはもう全塗しますわ。全塗するんですか。もう全部塗ります、うちが。塗ったらマジでこんな古臭さ感じないよ。このメッキも塗っちゃうからね。メッキも塗っちゃうんですか。当たり前じゃないですか。オールブラック。メッキは残して磨くんじゃないですか。見てください、これ再メッキしないと無理ですよ。塗ります。なるほど。そこを緑にするか、いつものパッシングカラーに。そう、うちのこれ緑にしようかな。で、ヘッドライトはもう LED ヘッドライトに変えてね。変えれるんですかね、トラック知らないんで。いや、多分ね、変えれるんじゃないですか。まあ一緒でしょうね。はい、変えれると思います、うん。で、これなんでこんなボロいトラック買ったのかというと理由があるんですよ。徳間さんも言ってた通り、はい、パワーゲートウィーンって あ、はい、あれがついてるトラックが激レアらしいですね。ないです、本当になくて。ないです、本当にないんですよ。今すぐ買えるトラック、あんまり、ね、古くもなくてってなると、もうこれ1台これしかなかったんです。金積んでも買えないですよ。金積んでもないですね。ないですよ、ないです、ね。他県だったらあるかな、北海道とかはありましたね。北海道どこに行けんすね、ちょっとただ金積みは買えるとか言ってますけど、これ金積む単位がやべえですよ。なるほど。1000万とかなるんで、はいはい、じゃあちょっと運転席乗ってみましょうかね。内装ですね、はい、内装。内装はですね、ドライバーが優先ですね、なんかね。ドライバー囲われてますもんね。こういうもんなんですか、10トンって。こういうもんでしたね、三菱乗った時も。ボタン類も全部ドライバー目線ですもんね。助手席なんもないですね。なんもね、狭い意外に狭いんすよね。ちょっと寝台もついてますね。そうですね、後ろも寝れるようになってますね、うん。あと臭い、タバコがね、すごいんですよ、この車ね。うちにこの内張りとか全部洗える機械あるんで洗います。本当にね、エアコンからのもうタバコ臭もすごかったですし、ずっとするもんね、はい、エアコンはめっちゃ効きますね、これ。もうエアコンバンバン効くんで最高です、ね、もうめっちゃ効くんで快適でした。で、椅子はね、レカロとかに変えちゃうとまた車検めんどいんで、はい、まあそれでいいかな。これね、ちょっとシートがエアーがなかったんですよね、なんか。えもうちょっといい10トンだとホワンホワンってなるんですけど、全然ならないんですよ。なんでこれディジットなのかなって思うぐらいな、多分ね、大したことないですよ、このシート大したことないんで、ね、荷重移動が分かるなってこれね、荷重移動がもうなんか忙しかったんですよ、運転してて。ふわんふわんじゃなくてもドンドン。これエアサスですよね。エアサスですね。足回りの底打ちはなかったんで、エアサスは生きてますよ。生きてなかったらやばいし、はい、生きてましたね。生きてなかったらもう底打ちでドーンってしてもすごいんですよ。体験したことありますけど、今至って快適でした。エアサス壊れたらもうマジ高いだろうな。いや、マジ高いです、これ。これはちょっと保険入りますね、車両保険入れといた方がいいです、何かあった時のために。窓普通至って普通のシフトノブ、こうします。まあ、やっぱ長い方がいいですよね。トラック野郎ですもんね。トラック野郎なんで、トラック野郎にしてもらって。これ7速なんですよね、これね。7速マニュアルで、いつも2速発進しかしないんですけど。1速トルクありすぎるでしょ。トルクありすぎてすぐ変えなきゃいけなかったですね。いつも2速発進で走ってましたけどね。快適って言われば快適ですね。もう普段の車には見えないタコメーターですよね、これ。やばいね、2300回転レブだよ。もうレブが2300ですもんね。どんだけ回んねえんだよっていうトルクで走ってるような感じですね。そうだよ、だからエンジンの耐久性がすごいんだよ。まあ多分そうでしょうね、回らないから。そうなんですよ、これトルク古すぎて、街中走ってても何回シフトチェンジせないかんだと思う。マジで上りになったらね、しんどかったです。あ、上らない、シフトダウンしないと上らなかったり、多分荷物積んだらもっと走らなくなるなって。
まあナビはつけますね。後ろ見ましょうかね。はい、後ろ行きましょう。でもパワーゲートは事前に下ろしてあります。これがないんですよ。大体みんなこうフォークリフトでね、横から積んでいくパターンが多いんじゃないですか。ああ、多分そうですね。まあ、いらないんですよね。これがないとレーシングカー運べないと、積みにくいと。でこのラッシングバー使って真ん中にねバー入れてタイヤと固定して上に積むと、4台入るっていう、はい、広いですね。こうしてみると本当に普通の乗用車2台平積みできます。これ全然いけちゃう、はい、あとはねこのパワーゲート改造して延長して3とかなくても積めるようにしたらもっと楽ですね。楽、まあ、どっちみちこっち3とか使うんですけどね。2個、まあ、まあ使わないかんですけどね。だったらこれここのまで嫌でなっちゃうかな。まあなっちゃうんですけど、でもドリフト行こうとしたら、あ、4輪はねちょっと4輪は3とかじゃきついんで、そうきつい、やっぱあった方がいいかなと思っちゃいますよね。ドリフトこれ行くなら、はい、ということで今日の動画なんですけどね、10トン買いましたということです。この子見に行ってから3日で家に来ましたね。3日で来ましたね。早かった。行動力がすごい早かったっす。まあ、あのドリフトの動画とかさっきと言ってる動画はね、徳松さんのチャンネルにも僕のチャンネルにも上がってますんで、はい、そうですね、はい、よかったら見てください。お願いします。僕もね素人から走り始めて早何ヶ月だろうな。うん、もう9ヶ月ぐらい経ちますか。もうすぐ1年です。早いな、1年。早いですね。全然走ってないな、そう考えたら。なんだかんだ最近走ってないですね。最近走ってないですね。ペース一気に落ちちゃったんで。そうですよね。年末年始はすごかったですね。年末年始もすごい走りまくってた。すごい来てましたもんね。早かったもん、普通に俺。自分でも思うなんか、早いなと思って。早い、早い、早いですよね。早い、早い。これはもう富士で86走って、ね、なんか2分7秒とかあったんですよ。エレショック受けてたんですよね。もう恥ずかしい、このタイム出ちゃって、みたいな。セッティングも全然出てなくて。はい、で、あの FCR86 のリザルト見たら、上位、本当3番手、4番手ぐらい、4番手ぐらいだったタイムだったかな、はいはい、そうですね、うん、あんな適当な走りで出ちゃっていいんですかね。出ちゃっていいんです。普通出なくないですか。でも、まあ、普通は出ないですけど出ちゃっていいんです。なんで出るんですか、あれ。センス、センスセンス、センス。トマトはちなみに僕より排気量の少ない絶対の6でね、はい、頑張ってましたね。2分4秒台。2分4秒台、はい、ぶっちぎりっすね。ぶっちぎりでしたね。まあいろいろとあって失格でしたけど、失格なんですよ。レギュレーション違反。レギュレーション違反。車高1ミリオーバーっていうね、はい、レギュレーション違反。チビってこんなんだもんな。ほんのちょっとです。何が変わるんだって感じですけど、何も変わらん。まあ、レギュレーション違反は違反なんでしゃあないです。これ違反は違反でもしゃあない。はい、はい、ということでね、これ最後に気になるお値段いきます。なんと29%です。29%。300万切ってるんですね。切ってる。298万。普通ありえないですね。 K の新車2台を買いますね。そうですね。150150で普通でありえん金額ですよね。安いのかな、これ。高いのかな。ちなみに値切って120万値切りましたね。120万。はい、120万。130万ぐらい値切ったんで。なるほど。もう行半にしてくれ、行半にしてくれ。値段安いですね、そう思うと。じゃあもう120値切ったらってあ、じゃあ買うわ言うて。もう多分押されたんですね。もうそうですよ、圧に。買ってから店員さんが言ってきたのが、はい、いつも TikTok 見てますTikTok の効果もありましたね。 TikTok 効果あった。やつが来たと。やつが来た。とうとううちにやつが来たみたいな感じですね。ということで今日のチャンネルはここまでなんで、はい、僕と徳松さんのインスタのフォローお願いします。お願いします。以上です。またね。